はようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。12月31日日曜日の全国の天気をお伝えします。まずは西日本です。低気圧や前線の影響で各地雨が降ります。午前中は九州や中国地方、その他の西日本のエリアでは夕方にかけて強まる雨や雷雨に注意が必要です。夜には天気が回復しますので2年前には問題ない天気となります。ただ夜は風が強めに吹いて冷えますので風を通しにくい服装が良さそうです。続いて東日本です。こちらでは低気圧や前線が西から近づくため天気は下り坂です。朝は天気が穏やかでも日中は東海の西部から雨が降り出し、だんだんと雨のエリアが拡大していきます。ざっと雨が強まったり雷を伴う恐れもあるためご注意ください。外出時は傘をお持ちください。最後に北日本です。こちらでは午前中は穏やかな天気となるところが多くなりますが、東北の日本海側ではにわか雨やにわか雪の可能性があります。その後は天気が下り坂に向かい、夜は東北や北海道の道南、道エリアを中心に雨や湿った雪が降り出します。だんだんと風も強まるため強風にもお気をつけください。以上、全国の天気をお伝えしていきました。それでは皆さん、良いお年をお迎えください。